こんにちは、元気イングリッシュのリチャードです。さあ、今日の元気イングリッシュは Think 元気、 Be 元気。 OK? Think 元気、 Be 元気っていうのは、朝起きるときには、元気な日だったら朝起きて、よし元気で、エネルギーいっぱいで、何でもできるんでしょ。すごい素敵でしょ。イエーイ、いいね。しかし、ある日にはもう朝起きる時にはもうしんどい、疲れとる、大変、どうしよう、仕事したくないという場合もあるんでしょ。さ、その場合だったらやっぱり休めれば、休めばいいでしょうね。しかし、仕事しないといけないんだったら、そのままで仕事できないでしょ。ですので、自分が元気しないといけないです。ですので、 Think 元気、 Be 元気。頭の中でよし元気になろうと思えばなれるでしょう。体をよし、しっかりして、頭を少し上にして、笑顔を出したら、自分がものすごく元気になると思うよ。そして、周りの人がそれを見て、体も元気になるんでしょ。だから全員が、みんなが元気になって、いいことでしょう。だから次は、もう疲れた時には、大変な日、しんどいな日、起きる時には何をしましょうか。やっぱり頭の力を使って、元気虫のセリフで何を考えましょう。やっぱり Think 元気、 Be 元気。そうするといつでも元気になれるよ。 OK, that's all for today's Genki English. I'll see you next time. Goodbye.